今日会ってよかったですね。なんかタイミングがあってよかったですね。どうもこの、まあ、足も怪我していて、本当にもうなんか、この状態で、なんとか、どうしようかってずっと迷ってたんですけど、しかもなんか、やっぱり、動くのが、やっぱ減るんですよ、怪我してたら。そりゃそうですよね、なんかやっぱ慎重になったり、かばったりしますもんね。そうなんです、足の、動かなかったら、さらにまだムクムクしてる。そうそうですね、いや大変でしたね。でも本当に痛みもかっこいいもん、なんか、花園さんが、痛いだし、まあ、動画、はい、お恥ずかしい。いや、でもあれ、可愛かったですよ、全然。良かったと思いますよ。なんか私もうなんか結構慣れてる感じでやってらしたんで、そんな初めてだとは思わなかったです。こういう仕事されるんだなと思って、もう恥ずかしい、ちょっと意外とは思いました。いや、ちょっとあれは本当にもう、そうなんです、もう完全に、ちょっと実はあれだったんですね、やってる間もじゃあちょっと恥ずかしいと思いながらだったんですね。あ、そうなんですよ。まあ、この今足も、ちょっと痛みがついちゃうんで、で、それで、まあ、ここは、ちょっと、思い切って、ちょっと、今までやってなかったことも、せっかく、オファーもあることだからと。そうなのです。ちょっと、なので、と思い返すと、まあ、めちゃめちゃ恥ずかしいというか、本当に、まあ、恥ずかしいけれども、すごい、なんか、でも、それ以上になんかすごい、花澤さんがすでにご覧になられてるってことにすごいびっくりという、いろんな、まあ、緊張は、筋肉も緊張してる、心も緊張してる、なんかやっぱりあれですね、少しトリートメントしてもいいですかね。ね、いいんですか、むしろ。いや、あったかくしてあげたいなと思って。むしろ、ありがとうございます。はい、多分、あったかくはしてある、そうですね。一応、用意はあるので、はい、やりましょう、せっかくなんで。はい、ただ、押すより、やっぱり、ちょっと、モスタードとか使って、温めた方が何しろ、やっぱり、緊張は緩むんで、流してあげた方が良さそうな感じなので。はい。
じゃあ、ジル塗っていきますね。そこもめっちゃ気にしない。もう全部カチカチですよね。カチカチですね。もう前すねも全部すごい凝ってる。前の足も凝ってること初めて知りました。このちょっと中指のところ黒くなってるんですけど、これ血豆？そうなんです。あのまさにそのドッキリの、そのリハーサルの時にちょっと怪我しました。それなんか言ったらもしかしたら訴えられるんじゃないかって思う案件ですね。本当になんかちょっとどこまで喋っていいのか。あ、でもこれ、私、どことは言ってないから大丈夫かな。そうですね。まあ、実際それ流れることもないですもんね。要はリハーサルので終わりになっちゃったから、あ、そうです。実際にどこでどうだったっていうのがわかんないですもんね。あ、そうですね。まあ、おそらくは、まあ大丈夫なはず。私はちょっと、言ってないからまあ大丈夫。でもなんかやっぱりありますもんね、なんか芸人さんが怪我したとかね。やっぱり思い切って張り切ってやってしまうと、僕にはちょっと怪我につまらないと。なんか悲しいですね、リハーサルでっていうのがね。そうなんです。本番でだったらまだよかったのに。本番だったら多分本番多分まあ、アブベラニンっていうんですか、多分なんかこうわーっとなって、終わった後に痛みが、出るぐらいですよね、多分ね。その場すぐって痛くないみたいですよね。そうなんです、私もその場すぐ痛くなかったんですよ。時間が経ってから初めてなんか落ち着いてから初めて気づくんです。なので私も痛みは翌朝に出ました、そうだったんですね。本当に一晩置いてから時間ができます。ちょっとね、怪我と怖いですよね。本当にすごい。私なんだかんだ言って本当に怪我をしてもなんか懲りずに、結構やっぱりなんか、なんか一回また暴れたりする
この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、See you.